グラビアアイドル、ナノカさんのタイパタヤビーチで撮影が行われた DVD なの思いが E ネットフロンティアより2017年8月23日に発売になりました。ナノカさんの公式ツイッター等には5月末から撮影に訪れたタイのパタヤビーチや首都バンコクの写真が掲載されています。ついてまた車に揺られてます。飛行機の時と変わり映えのない写真です。 ホテル到着して元気長旅だったから、マッサージへ。タイはマッサージが激安。デザート出てきたよタイは、フレッシュフルーツ美味しい絵体の知れないこの、タイのおやつ美味しい今日は、お昼にサクッとマック行きました。何やら、ミニオンを押しだったので、ハッピーセットっぽい。ミニオンのセットにしてみたらまさかのバーガーが激辛だった。なんで、子供用のセットに、激辛のバーガーつけるのを、 ミニオンのポテトはちょっと怖いけど美味しかった。バンコクでナイトマーケット行ってきた。途中で雨が降ってきちゃってちゃんと買い物できなかったけど雰囲気だけでも楽しかった。22時12分2017年6月3日。